どうもこんばんは、ワード2。ごめんね、さっきは電波なくなっちゃった。グッズ見たい。うん、グッズはね、今のところ4種類出していますね。グッズはですね、 URL まあ貼ってあるんですけど、キャプルツが映しましょうか。まずですね、これが T シャツになります。これが T シャツです。この T シャツをクリックしていただくと、色を選ぶことができます。サイズはね、S、M、XL、L、 こうやってサイズがいっぱいあるので、まあ例えば僕だったらこの L っていうサイズを選んで、でまあ赤色がいいなと思ったら、こういう風に好きな色で和道の異常のゼミナール T シャツ買うことができます。はい、お好きな色のやつを買ってください。ただね、デザインが白だとデザインが潰れちゃいますので、白以外のカラーを選択してください。僕のおすすめは黒です。僕のおすすめは T シャツ黒です。まあ赤とかね、あとピンクとかもいいと思います。はい、まずこれが T シャツで、ステッカーは2種類用意しました。ステッカーは2種類用意していてですね、はい、ワード2、ステッカーはこの2種類です。この2種類です。で、おすすめはこっちですね。僕のサムネイル、これみんながいいねを押してくれたから、こうやってバーってなってますけど、みんなもいいねボタンを押してください。ハートマーク、ズッキュンっていうのをこうやって押せますので、ここね、ハートマーク押してください、ズッキュン。デザインこんな感じですかね。いろんなところに貼ってみてくださいね。棚に貼ったりとか、車に貼ったりとか、はい、バイクのね、ヘルメットに貼ったりとかできます。で、一番のおすすめこれですね、パーカーです。これがパーカー、和道パーカー発売しましたので、これもぜひ買ってください。色も選べるようになってます。こんな感じかな、こんな感じです。やっぱおすすめ黒ですね。このデザインは黒です。赤さんいらっしゃい、月野さんいらっしゃい、えみちゃんはどつ、こんばんは。俺もね、パーカー買おうと思ってますね。いいでしょ、なかなかいいデザインでしょ。お気に入りでいい。今日は彼女がご飯作ってくれるって、オムそば作ってくれる、俺のリクエストの。オムそばが食べたくてさ。焼きそばをこうオムレツにするってやつね。太麺の焼きそばを買ってきたよ。風がつらい、風がつらいわ今日。
え？大丈夫？上？せえな。また酔っ払ってんのか？神社クッキーありがとう。あざーす。神社クッキーありがとう。ありがとうございます。ありがとう。神社クッキーありがとうございます。ありざいす。神社クッキーあざーす。ありがとうございます。ありざいす。神社クッキーありがとう。あざーす。神社クッキーありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。人の集まり悪いな。お、エリちゃんだ。久しぶり。ワドツー。風でぶっ倒れてました。エリちゃん、久々じゃない？いらっしゃい。楽しんでてね。今更ですが、実は、おかげさまです。ありがとうございます。あのね、不思議なもんで、狙ってる時は撮れないんだけど、全く狙ってない日に撮ってしまうっていうね、悲しい現実ですよ。全く狙ってない日にさらっと撮ったかんね。ライバルゼロだったかんね、あの日。はい。悔しいよね。狙った日はかっさらわれて。まあでもね、約束通り、今月からはずっと撮ってくよって約束したんで、まあ撮れて安心しました。まあ半ばあたりに。まあ早くね、前半に10日以内に撮れるようになりたいなと思ってます。でもまあ悪くない数字だよね。4728名の累計だったから。まあ前回も5000人ぐらい行ったのかな。前回6000人ぐらいか。まあまあ悪くない数字だなと思ってる。だんだん、なんかこう、みんなのおかげでね、取れるようになってきたから、ほんとありがたいですよ。不思議だよね。あんだけ取りたいって言っててさ、ねえ、パーッと横取りされた感じがしたもんね、はるちゃんに。まあ、実力差がもろ出るからな、配信は。数字に見事に現れる。難しい世界だよ、本当に。なかなか厳しい世界ですよ。悔しいよな。そんな日もあるよね、うん、でもね、12月取れなかったらマジでやべえなとは思ってた。ここまで来て、要はさ、リスワンってさ、閲覧数を持ってるトップ30人ぐらい、1ヶ月の31日あったら31番までを競うわけじゃん。
つまりふわっちの中でどれくらい実力あるのかっていうのがもろ出るわけよ。トップ30に入ってるかっていう。で、まあトップ30にはなんとかかろうじて入ってる。なんとかってわけではないか。まあ入ってるって感じだね、今は。だからこれをね、ずっと、まあ最低でもキープしていかないと、まあふわっちメインでやってるふわっち系配信者とは名乗れないかなとは思ってるね。でもだんだんふわっちの配信者っていうのが定着してきたよね。あ、ワドイコールふわっち配信者だよね、みたいな。はい、ワド2、たくみさんいらっしゃい。楽しんでってください。今、のんたんにご飯作ってもらってる。風邪ひいちゃってさ。今日、仕事休んで病院行って、もしかしたらインフルエンザかなと思って。インフルエンザだったら会社行ったらダメだよって言われて、本当に。あ、症状見てると確かにそんな気配あるなと思ったから。あ、じゃあ病院行くわ、つって。普段病院行かないんだけど、風邪ひいても。ちょっと微熱があって。で、咳とか、あと、関節とか神経とか痛くて。肺が痛いんだよね、特に。肺が痛かった。みんなも風邪ひかないようにね、年末。明日はね、マスクして会社行こうかなと思ってます。仕事はね、バイトっていうかね、あの、A 型作業所って言うんだけど、障害者の人が働く場所があるんですよ。そこで働いてますね。うん、僕は。そこで働いてます。なんかね、職業を訓練もできるし、実際に働くことができるっていう。おい、エリちゃん、またね。ありがとう。また見に来てね。仕事もしてるよ。A 型作業所はね、最低時給が保証されてるから。東京都のね、最低時給がね、931円かな。930円台だから。ニンニクも入れてね、のんた。ニンニク。入れた？ありがとう。キャベツはしんなりが好きです。お疲れ。アメちゃんいらっしゃい。楽しんでってください。ちょっと風邪っ引きで調子悪いけど、まったり配信です。楽しんでって。夕飯はね、おむそば。今日はおむそばを作ってもらってる。俺のリクエスト。おむそば好きなんだよね。あ、いい匂いしてきた。彼女がね、あの、看病しに来てくれた。普段ね、料理俺が作ることが多いんだけど、うん。
風船プレゼントありがとう、ルージュさん。ありがとうございます。風船ありがとう。ありがとうございます。ありざいっす。ありざいっす。ありがとう。飲んだん黒髪いいよね。俺がね、染めて俺が切った。本人黒髪嫌がってたんだけど、絶対似合うよって言って。真っ黒くした。なんか明るい髪が好きみたい、のんたんは。でも、一回試してみてよって言ってさ。髪の毛ね、出会った頃すごい長かったんだよ。のんたんは。でも、短い方が似合うよって。ルーゼさんありがとう。ありがとう。そう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 、飲んだ目すごいでかいからパッチリなんだよね。本人はでも自分のこと、自分の顔が嫌いみたいよ。美人だと思うけどね。もったいねえよな。普通に綺麗な顔してると思うけど。何作ってんの？今日のご飯何よ？そっか、夕飯時だからか。結構閲覧も少ないし。ゴールデンタイムだからかな。今日なんか人少ないね。まったり行きましょう、まったり。ミネストローネ、おしゃれ。助成金目当てのクソ会社で働いてて楽しい。助成金目当てのクソ会社だとは全然思ってないけどね。うん。全然超いい会社だよ。この時間結構忙しいよね。この時間帯が一番バタバタしてるよね。うん。配信者も多いし。ピクルスさんこんばんは。全然自分たちで自社でサービスもちゃんとやってるし、ちゃんと仕事してるし、職員さんもいい人ばっかりだよ。楽しいよ。いい会社だよ、すごく。で、旅配信でちょっと一回辞めることにはなってるけど、うん。できればね、3年ぐらい長く勤めたかったなと思ってる。旦那とか帰宅前でご飯とか片付けとか、そうだよね。旦那さんが帰ってくる時間帯だよね。あーすげえな、もうかなり延長チケット買い込んだのにもうなくなっちゃったよ。買わないと。交換しない。クリスマスはサメちゃんの家行く？うん、サメ島さんの家に行く予定。サメ島さんとクリスマス過ごすっていう。そう。のんたんと一緒に伺おうと思ってるね。そうだよ。楽しいクリスマス。そうだね。鮫島さんと過ごすから。
その後、まあ、鮫島さんのところにはあんま長いしてもあれだから、1時間ぐらいお邪魔して、なんか遊んで、大掃除はしてないね。大掃除はしてない。しないとね、休みが結構あるから年末。その時にパーってやっちゃおうかなと思ってて。今日が、年末はね、何連休だろう。1、2、3、7連休。23、24、25も休みだ。おい、エミちゃんいらっしゃい。お帰り。うん。28、29、30、31って休みってすごいな。7連休だよ。7連休。散歩中なんだ。氷滑って転んだ。大丈夫？怪我してない？痛いよね。氷の上はね、痛いからね。気をつけて。お尻痛い。痛いんだよね。しかもさ、結構、大掛かりにこけるじゃん。氷で滑るときって。ね、痛いよね。配信ラジオ代わりに聞いてくれてるんだ。はい、ワド2、アミいらっしゃい。もしよかったら、和道グッズ販売してるんで、商品見てってください。商品見たらね、ズキュンって言ってハートボタン押してください。ハートボタン。うん、洗濯物干したから聞いてんだ。ズッキュン押してズッキュン。50名さんいらっしゃい。楽しんでってください。こんばんは。あれ買い物行かなかった？うん、帰ってきたよ。行ってきた行ってきた。スーパーに行ってきて。で、スーパーの中では配信できないし、駐車場入った時点でね、電波が途切れたから。うん。コメントで、配信は切りまーすって言って。それで帰ってきた。うん。
インスタで見た、あの、だの。今、後ろにいるよ。うん、かわいいよね。美人さんだよ、彼女は。ちょっと鼻かむわ。山ちゃん、花火プレゼントありがとうございます。花火ありがとう。あ、いい匂いしてきた。焼きそばのいい匂いが。ありがとうございます。あざーす。山ちゃんありがとう。焼きそばのね、オムそばって言って、太麺の焼きそばなんだけど、ニンニクたっぷり入れてもらって。で、太麺の焼きそばで、野菜もたっぷり。で、それをね、卵でコーティングするの、オムそばって言うんだけど、オムそばが好きなんだよ、俺。オムそば買おうかなと思ってる。オムそば買おうじゃない。オムそば、欲しいなと思って。うまいんだよ、オムそば。で、俺が今風邪ひいてるからさ、彼女が作ってあげるって言って、解放しに来てくれた。うん。彼女が作りに来てくれた。あ、わかる。濃いめが好きだよね。マヨネーズとかケチャップとかガンガンに、もりもりにしたいもん、俺。うん。おむそばうまいよね。大好き、おむそば。そば飯も、俺もそば飯は微妙。え、グッズ URL エラー出る？嘘？え、どっから飛んだ？嘘？ URL エラー出る？マジで？え、みんな出る？下の？嘘？ちょっと待って、今見てみるわ。携帯からかな？出てるな。パソコンから見るよ。ここ、こうやって出てるじゃん。ここ。こう、クリックするよ。え、出るけど。普通に。スマホから？パソコンからだと普通に見れるけど。うん。見れるよね。ここにさ、コメント流れてて、スマホ。ここに出るじゃん。ここ。これを、カチッと押すと、見れるよ。俺は見れるけど、なんだろう。見れるよね、グッズ。スマホから見てみようか。見れるよね。あ、鼻毛だ。鼻毛さんいらっしゃい。ここ、俺の放送じゃん、これ。ちょっと待って。ふわっち、画面でしょ？スマホからもいけるよね。なんだろう、エミちゃんだけかな。あ、エミちゃんじゃない、エリちゃんだけだね。みんないけてると思うよ。 PC から見ててコメントを最初に書いてある URL、 PC から見てる場合はここに画面の下に出てるじゃん、 URL っていうかコメントが。ここをね、パチッとクリックすればいい。この流れてるやつ。鼻毛いらっしゃい、久しぶりだね。ここをポチッと押すと見れる？あ、よかったよかった。うん。これでいけるから。今ね、グッズ出してんの、この4つ。でね、もう早速ね、さっき作ったら、もうみんな買ってくれて、もう売り上げこんだけになってる。15,838円だって。みんな買ってくれた。ありがとうございます。バカ売れ中です。バカ売れしております。なんだかんだみんなやっぱ和道グッズを、欲しかったんだ。あ？
卵はね、俺3つがいい。ふわふわ。で、卵の作り方わかる？お願いします。売り切れとかないです。売り切れはないです。あの、個数設定もできるの。限定発売の場合は。あれは今出してるのは定番商品にしようと思ってるから。あの、俺が取り下げるまで売り続ける。あ、ズッキュンありがとう。ズッキュンありがとう。ズッキュンっていうボタン、ハートボタンを押すと、この商品可愛いっていう意味でおすすめに乗るから。ぜひぜひ、あの、買わない人もズッキュンしてもらえるとありがたい。気に入った商品。これいいじゃんっていうのは、クリックしまくってほしい。売り切れはないっすよ。このサイトが潰れるか、俺がやめたっていうまで、この商品は出続けて。すいません。はい。包むタイプと乗せるタイプどっちがいいですか？作りやすい方でいいよ。うん。注文してからね、5日で配送って書いてあるね。配送予定の目安は5日ですって。だから大体届くのは1週間前後じゃん。うん。1週間前後。うん。結構ね、あの、T シャツが売れるかなと思ったらみんなパーカー買ってくね。パーカーとステッカー買ってく。T シャツはまだ1枚も売れてない。俺もね、パーカー買おうと思ってるね。自分で。これかっこいいなと思って。パーカー買う。T シャツも買うけどね。とりあえずパーカーから。サイズとかも選べるからさ。あの、そこ気にしなくていいよ。XXL までサイズあるから。S サイズとか。あと、キッズサイズもある。キッズサイズからね、XXL まであるから。好きなサイズを購入してください。あと、生地の色も選べるから。赤いパーカーとか。自分の好きなのでいいよ。本当はね、ネックレスとかピンバッジとか、ね、販売先にしたかったんだけど、なんか結構グッズ欲しいっていうリスナーさんいっぱいいたからさ、先に、先行販売できるやつにした。どうしてもね、このネックレスとか、作るまで時間がかなりかかるんですよ。2ヶ月ぐらいかかるんで。ステッカー柄のパーカー欲しい。サムネのやつ。サムネのやつ。どうだろうな。どういう風にデザイン組めばいいんだろうな。ステッカー2種類出してるんだけど、どっちの方だろう。サムネイルの方。デザインがね、結構難しいんだよね。なんかいろいろね、イラストレーターで試してみたんだけど、なかなか気に入るのがなくて。四角のやつ。四角のね、ステッカー2枚出してるの。四角いステッカー2枚出してて。このデザインとこのデザインがあるの。このデザインとこのデザイン。どっちの方だろう？こっち？ま、それともこっち？どっちだろう？右？こっちの方で？あ、こっちの方で？オッケーオッケー。じゃあ今作ろうか。今作るよ。どの辺に配置したいとかある？どの辺に配置したいとかある？
そのこの丸のロゴマークをどこに配置したいとかあったら言ってもらえたら配置するよ。背中ができないんだよ、ごめん。全面プリントなんだよこれ。俺もね、背中にしたいなと思ったんだけどできないんですよこれ。申し訳ない。風船ありがとう、ルージュ。ありがとうございます。胸のあたり、右胸かな？こっちかな？こっちだな、うん。ここにしようか。この辺になっちゃうんだよな。どうしようかな。ちょっと難しいね。後でデザインして、やるわ。配置が難しいんだよ。なんかね、この真ん中の方にしかプリントができなくて、ここまでギリギリにしたいんだけどできないんだよね。だからこの辺になっちゃうんだよ。そうするとダサいじゃん。胸のね、ところにここにちょろっとあるとかっこいいんだけどね。そうなんだよね。背中にもプリントできるようにしてもらえるとありがたいんだけどね。今んとこ対応してないんだよな。なんで全面プリントだけなんだろうね。その辺がわかんないんだよ。背面プリントそんな難しくないはずなのに。ワード2、ゴルゴさんいらっしゃい。ゴルゴさんいらっしゃい。ブランケット作れるよ。ん？おたふく？うん。卵に？卵はね、ケチャップとマヨネーズ。うん。ブランケット作れるよ。ブランケット作ろうか。ちょっと待って。ごめん、ヘッドホンしてるときは聞こえない。ちょっとはみ出しちゃったんですけど。おー、うまそう。のんたんが作ってくれた。今日のご飯、おむそばでーす。のんたんがおむそば作ってくれた。うん、おー、レクチーいらっしゃい。箸がいい。ありがとう。
これ麺一人前でこれ？麺一人前？おめ、うん、これ捨てていいや。出てこねえ。ちょっと待って、ティッシュさん。のんたん、あれだな、卵焼き作るの下手だな。俺がやったら超うまいよ。おむそば。これ、もう、なんか出るか悪い。マヨネーズ。ありがとう。のんたん食べるよ。のんたんが作ってくれた今日の晩ご飯です。一品だけだよ。うちは鶏マヨ。鶏マヨって食べたことないな。鶏マヨってなんだろう。いらっしゃい。ゴンタさんこんばんは。ブランケット。ブランケットね。ブランケット。ブランケットはね、あれだわ。ちょっとね、白ベースだから。ちょっと待って。ブランケットはね、デザインし直さないとダメだわ。ブランケット今度作ります。焼きそばの具は、ニンニク、人参、玉ねぎ、ピーマン、キャベツ、豚肉です。本当はお箸ちょうだい。はい。ちょっとマイク離します。いただきます。いただきます。ピーサンさんすいません。いただきます。うまそうだな。うん、あ、うまい。のんたん、うん、いいね。うん、そば大好き。食ってる。風邪ひいちゃってさ。彼氏の方が料理うまいっていうのはね、悲しいよ。
うまいよ。ありがとう。かけたの。うん。てか普通のお好み焼き屋さん普通のあのお好み焼き屋さんよりも俺が作るお好み焼きの方がうまい。絶対あのお好み焼き屋で1年ぐらいバイトやってたから、そこ地元でさ4店舗5店舗やってるような地元に根付いた店で、そこで叩き込まれたから。いただきます。はい。いや、そうだよ。作ってくれる彼女がいるっていうのが幸せだよ。俺多分ね、生のしで料理一番うまいの俺だよ。断言だけど。生のしで料理一番うまいの俺だと思うよ。うまいね。絶対俺。彼女。絶対俺の方が料理うまい。何作ってもうまい。あれだよ、下ごしらえするからだよ。だからね、最近ね、ずっと自炊しなくなってるから、あの調味料のバランスがね悪くなってる、ね、感覚が戻ってない。あれだな、食堂も荒れてるな俺喉だけじゃねえわ。なんか痛い？え？喉この辺。飲んだ恥ずかしがり屋だから来ないんじゃない？まずいってどういうこと？ヤクザと昨日喧嘩したんだよね。ヤクザっていうかチンピラでしょ。そう、俺が寝てる間になんか銭湯行ってきたらしいんだけど、なんか銭湯でなんかタトゥー入ったなんかやからとやからがなんか銭湯の番台のおばちゃんと喧嘩してたんだってね。のんたんがうるせえんだよっつってなんか殴り込みに行ったらしい。で警察沙汰になったんだって。俺もノンタンも弱い者いじめ大嫌いだから。やるよ。で逆にノンタンが警察に止められたらしい。まあまあみたいな。
殴ってみろよとか言って。身長150センチしかないメンヘラおばさんにね、やかられるのが一番おっかねえかな。なんだこいつって言うの。150センチの小さいおばさんに、メンヘラおばさんに煽られるっていう。激横だったあの。相手が。相手が。それは怒るじゃん。手出せないもん。なんでそのくじのくっちゃかた。無視できない性格なんだよ。怖いものなしっていうか、やっぱ曲がったことが大嫌いなんでしょ。大丈夫だ。俺は逆に止めない方が嫌だね。そういうの見て、見て見ぬふりするカウントだったら多分速攻引いちゃうと思うね。別れようってなる。いいんだよ。暴力っていうのはさ、力ってやつはさ、暴力と戦うためにあるから。初見さんいらっしゃい。暴力に屈しないための力だからね。ていうかタトゥーとか入れてんだったら肩に手出すなって話だよ。出せ。ツイッターに写真上がってるよ。ごちそうさま、美味しかった。ありがとう。薬飲もう。薬。いや、ポカリやるからいいや。風邪薬。これか。食後。うん。女の度胸あるよね。えらい。ファッションヤクザっていうかさ、うん、そもそも俺はタトゥーを人に見せるのはダメだと思ってるから。タトゥーとかは人に見せるもんじゃないよ。昔のヤクザは絶対見せないもんね。祭りの時ぐらいじゃないの。だからタトゥー見せて配信するのも俺どうかと思うもん。俺がもし掘ったら入れ、見せないもん。あ、和道って入ってたんだって言わせるもんね。風呂、銭湯とか行ったりとかさ。見せるために入れるのはちょっと違うかなとは思うけど。別に見せてもいいと思うけど。見てていい思いはしないよ。俺ないよ、炭。ただ入れたいとは思ってるけどね。どんどん入るなよ。多分でもね、炭入れてもリスナーに言わないと思う。この辺に入れてやろうかと思ってる。ミスターポポって入れようと思ってる。本当はね、銭湯もダメなんだけどね。まあ銭湯別に行ってもいいかなと思うんだけど、あんまりその見せびらかすもんじゃない。
目の前ですね、銭湯。え、すっげえ苦かった今。うん、すっげえ苦かった。いいんだよ。だからいいんだよ。ここにミスターポポっている。和道のゼミナール。うん。はい、こんにちは。クフさんいらっしゃい。あとここに掘りたいよね。ここに本当に配信で食ってて余裕ができたらここに掘ると思うよ。まあ見せないけど、見せないけど第三の目掘りたいね。第三の目。おしゃれすぎ。インド人の赤いやつだよ。簡単に言うと、ここに。ここに第三の目と、ここに涙掘りたいね。ここに涙、第三の目、円札黒竜派。どんだけ中二病なんだ、こいつっていう。いたたたたたたたっていう。あとは前面にニコニコ生放送とかふわっちとかさ、要は自分が配信してきたサイトのロゴを入れていきたいの。Google とかさ、Yahoo にバツ、Yahoo って掘ってバツって書いて横に Google とか、そういうのは俺マジでかっこいいと思ってる。お前何 Google 背負ってんのみたいな。ああっつって。バックに Google 行ったらっつって。あとここに自分の好きな名言ブワーって入れていきたい。カリグラフィーで。ブワーって小さい文字でブワーって好きな文字入れていきたいね。こっち側にも。自分が読むようにね。そうだね、やばいよね。Stay hungry, stay foolish って。誰かと見る夢は夢でしかない。でも誰、じゃあ自分で一人で見る夢は夢でしかない。でも誰かと見る夢は現実だとか。ブワーって掘っていきたいね。吉田松陰の言葉とかね。自分のこう戒めるこうワードを入れていきたいよね。写経、あんまお経好きじゃないやな。点滴できない。な、点滴はここって真ん中ら辺に入れとけいいじゃん。ブワーって文字入ってて、点滴はここって丸でこう書こうってこうやって。ここって。あと必殺技をいっぱい書くとかね。ギャリック砲とかさ、デスビームとかさ、もうフォントでブワーって必殺技いっぱい書いて、ローガ夫婦剣とかさ、めっちゃかっこよくない？ゴムゴムのバズーカとか、もう斜めにいっぱい入ってる。すげえなこいつって、必殺技めっちゃ背負ってるなって。緊急連絡先ありだね。緊急連絡先ありだね。
いやいや、緊急連絡先本人に。いいな、うん、私のゴーストが。ああ、でも好きなアニメのエヴァンゲリオンとかロゴバーって入れていったらかっこいいと思うんだけどね。高架機動隊とかエヴァとかウルトラマンセブンとかブワーって入れてったらかっこいいと思うんだよ。ロゴはなんでロゴありかっていうと、ロゴってすごい力入れんだよ。あの企業も、あの何アニメも、ロゴって命だから。だからデザイン、本当のデザインとかすげえしっかりしてるから、ブワーって入れてったらかっこいいと思うんだよね。あの須藤正宗の表現のいいところは、スピリットじゃなくてスピリッツじゃなくてゴーストっていうのね。ネルフもかっこいいね。おじいちゃんになったら後悔するパティ。どうなんだろうね。タトゥー別に入ってたらダサいとは思わないけど。フリーマンいらっしゃい。タトゥー別にダサいとは思わないよ。和彫りも、洋彫りも。ただ、その、掘ったら責任伴うから。うん。掘ったら責任伴うと思ってるね。うん。あと、まあ、タトゥー絶対入れるんだったら、体は作らない、ダサいよね。ブヨブヨはダサいから。うん。体しっかり作らないとね。こんなダルンダルンの腹でタトゥー入っててもダッサいでしょ。あと、やっぱパンクって入れたよね。P-U-N-K。パンク。あと、ここスパイダーも定番だよね。ここスパイダー、クモの巣。ピアス開いてるよ、俺。左耳だけ開いてるね。ピアス。つけてないだけ。開いてる開いてる。いつ開けたっけな。中2ぐらいの時に開けたね、やっぱ。中2の頃開けたね。場所失敗したなと思ってるけど。だからさ、あの、タトゥー彫るってどういうことかっていうとさ、あの、肩気な生き方しないっていうのを自分に戒めることと、これで食ってくんだってことでしょ。だからアーティストとかさ、バンドマンが掘るんだよ。ヤクザとか。だから、その、もう肩に戻らないよっていう決意の表れなんだよ。もうまともな仕事もつかないっていう。これ一本でやってくんだっていう。だから配信で食えるようになったら入れるべきだよね。ねえ、せっかく自由に生きてるわけだからさ。ピアスの穴塞がった？しばらくやってないと塞がっちゃうよね、やっぱ。こんばんは。いらっしゃい。外人はまだタトゥー文化浸透してるけど、日本は。でもね、なんか、外人はタトゥー浸透してるって言うけど、向こうでも不良が入れるもんらしいよ。
やっぱまともな人は入れないよ。だから日本と変わんないよ。じゃあ入れてよ。どうだろうね。グッズ販売開始しました。もしよかったら、気に入ったのあったら買ってください。そりゃそうでしょ。肩に入れないでしょ。まあ、スポーツ選手とか入れるけどね。冷静に考えて入れるわけないじゃん。だって非生産的だもん、どう考えても。まあちょっとカジュアルなぐらいなんだよ。もう早速ね、グッズね、売り上げ1万5000円超えました。ありざいす。配信で食ってる覚悟があるなら入れよう。いや、まあまあ、全然自分で入れようと思ってるけど、煽りで入れるもんでもないと思ってるから。人に言われて入れるもんでもないと思ってるから。だから入れるときは勝手に入れるよ。だから俺、温泉好きなんだよね。そこが一個ネックなんだよ。温泉行けなくなるの嫌だなと思って。温泉大好きだから。すごいよね。さっき、ものの30分ぐらいでみんなブワーって買ってくれたよ。ほら、18,038円、売り上げ。すごいよね。あざーす。はっきり言ってぼったくり価格ですけど。はっきり言ってぼったくり価格です。健康、綺麗な体が一番。まあね、鍛えたらかっこいい体は作れるからね。高架機動隊早く見てえな。映画高架機動隊マジで早く見たい。最初のさ、あのプロモーション流れた時もう爆笑して、絶対ないわと思ったけど、絶対今回の映画当たり。第二陣のねプロモーション見て、あ、これは当たったと思った。外れない、絶対。もうあの押井守のリスペクトを、押井守感をちゃんと継承してる。あの効果音とかもすげえよかった。ビューンっていうこの低いさ、ビューンっていう音がよかった。いい映画、音いいから。たけしがやらかしてないか。いや、やらかしてるでしょ。やらかしてるけど、俺ね、なんでたけしありかなと思ったのが、あのね、北野たけしじゃなかったの。俳優の時北野たけしの名前使うんだけど、今回のプロモーション見てごらん。ビートたけしって書いてあるから。そこがね、俺こだわり感じた。あ、ビートできたんだと思って。要は、やらかすよっていうの前提でもたけしが打ってきてるの。そこにグッと来たね。要は、コメディアンとして出てるよっていうことをたけしが言ってるんだよ、あれは。ビートたけしって書いてあるってことは。そこにね、ちょっとね、普段の北野たけしと違うテイストで来るはずだから。そこは楽しみにしてるかな。ただね、荒牧のキャラは絶対崩れてるんだよね。あの、拳銃で撃つシーン見ても。だからその配置をどうしてんのかなみたいな。ちょっとキャラデザイン変えて、キャラクターを変えてるんだろうね。多分。
ただ荒巻のポジションかなり重要だからね。外人には分かんなかったのかな、あのかっこよさって。アクションをしないかっこよさ、うん、風船ありがとう。要は政治のかっこよさだ。根回しとか荒巻のイメージとはちょっと違うよね。うん、荒巻難しい役だからね。あれはあれこそ日本人、日本人的なね、俳優ゴロゴロしてると思うけど。そうだろうね、多分やっぱりも日本にも興行成績打ちたかったんだろうね。別にたけしいいと思ってるけど、そのたけしではないよなとは思ってるけど。俳優の時ビートだっけ。じゃあ、あの、たくみさん今の部分カットしてください、動画。かっこ悪いんで。かっこ悪いんで、たくみさん、さっきのビートたけしの部分バッツリ切っておいてください。今から、ちょっともう、2テイク目いきます。あのね、あの、映画監督の時は、北野たけしやってんの。うん、でも、あの、俳優の時はビートたけしだ。芸人と俳優の時は、うん。これね、意外と知らない人多いんだよね。よし。これで YouTube では恥かかなくて済んだ。スカーレット・ヨハンソンも結構ハマってる気がする。ありだね。あれはありだと思う。ありだと思う。あの女優さんは。あの、お尻が垂れてるのが良かったね。プリッケツの女優使うと思ったら、お尻結構ダランとした安産型の、安産型の日本人的なお尻だったのが逆に良かったよ。そう思わなかった？なんかさ、外人のプリッとしたケツあるじゃん。そうじゃなくて、なんかスカーレット・ヨハンソン、ちょっとケツが日本人っぽいんだよ。こう、こう、ダランとしたっていうか。なんかタレパンダみたいな。よし、来いと。そこが良かったよね。バトーもかっこいいしな。バトー良かったね。あとはストーリーをどうしてくるかが気になるかな。ストーリーを。人形使いっぽくないんだよな、なんか。多分人形使い編をやるんだと思うけど。はい、フィフィさんいらっしゃい。こんばんは。お尻の広角踏襲してほしい。まあそうだよね。それはわからな。地方省さんいらっしゃい。映画やアニメなどは見る側の実社会の逃避なんですかね。それそうでしょ。うん。それはそうだ。ていうかエンターテインメントとかアートって言われてるもの全てそうだと思ってるよ。うん。だから面白い。逃避でしょ。うん。それはそうだよ。それが役割だから。映画とかの。要は現実とかに鬱憤溜まるわけじゃん。こう、イライラするわけじゃん。それを、こう、アニメーターたちは、そう、本当に言いたいことをキャラクターたちに言わせるとか、こうあるべきだっていうビジョンを描くわけじゃん。そこに酔いしれるわけだから、観客は。それで合ってると思ってるね。うん。だから、宮崎駿とかが、あの、ずーっと、葛藤してるのはさ、子供たちに見てもらいたい、子供たちに外で遊んでほしいって言ってトトロ作るわけじゃん。自然ってこんなにいいんだよ、外に出るとこんなに素敵なことが起こるんだよって、ラピュタとかさ、トトロで書いてさ。でも子供たちが保育園とかでトトロって家の中で見るわけだ。これが宮崎駿の苦悩だよ。
外で遊ぶのいいよって言えば言うほど家にこもってしまうっていう、このクリエイターの矛盾というか。だからまあ美術館とか作ったりとか、保育園とかやってるんだろうけど。あの人もそういうところが面白いよね。そう、戦争は大嫌いだけど、人を殺す兵器は大好きっていう。仮に実写とした場合、その効果は薄れるでしょうね。いや、そんなことないと思うよ。例えばさ、恋愛ものだってさ、あんなうまくいかないわけだ。でしょ、あんな綺麗な恋愛なんて存在しないわけだ。その、はしょっていくわけでしょ。ドロドロしたもの。実写でもいい映画いっぱいあるよ。ちゃんとそのディティールを描いていくっていうかさ、タバコ取ってくるわ。トイレ行ってくんね。もしもし、はいはい、ただいま。詐欺まがいのようなこと？どこが詐欺まがいの？どこが詐欺まがいの？詐欺？アイテムのもらい方が詐欺ってどういうこと？言いたいことあんなら LINE かけてきて。言いたいことあるんなら LINE かけてきてください。テロップがグレー、どこがグレーの、どこがグレーの、全然グレーじゃないけど。え、みんなはグレーだと思う？思わなくない？別に。ひがむの良くないと思うよ。どこがグレーの？ほらな、鳩が飛ばなくなるだろ。内容のない発言だからだよ。11万稼いだら旅配信って言ってせずに、また丸々稼いだら旅配信するって言ってるって。あ、それはね、俺の配信ちゃんと見てないからだね。俺の配信をちゃんと見てないから。ちゃんと全然見てないから。じゃあ、テロップ何出してるか見せてあげるよ。箱根行ってるっしょね。2017年から日本全国を旅配信って書いてあるでしょ。全然問題ないっすよ。え？開けていい？あ、開けて。俺にも入れて。あったかくできんの？ありがとう。パルパルの言ってることが嘘なんじゃなくて、パルパルは俺の放送見ないで、
放送の内容も言ってることも見てないで、難癖つけてるだけ。クレーム一回も起きたことない。うん、はい、ワド2、美咲ちゃんいらっしゃい。すいません。ん？ゆずとポカリどっちがいいですか？じゃあ、ポカリのあったかいのの中にゆず入れて。うん、え？ああ、いいよ、全然。もし、本当に詐欺だと思われるんだったら、アイテム、やってる人からクレームが来るはずでしょ。うん。ああ、大嫌いだね。パルパルは大嫌いです。最近飲んだいつ抱いたかな？一週間ぐらい前かな。うん。うん、覚えてねえわ。一週間ぐらい前かな。俺はパルパルのこと格下だと思ってるから、うん、なんか突っかかってくるのうざいんだよね。俺からパルパルの名前出したこともないし、うん、確実に格下の配信者だと思ってるから、ほっといていいよ。うん、詳細知らない奴らが個々の契約に口出してくるのはなんでだ？ネタがないんじゃないの？うん、大体さ、闇将軍もそうだけどさ、人の名前出す奴ってネタがない奴だから、うん、だからネタがないんでしょ？うん、ほら、俺の名前出したら俺のリスナーさん見に来てくれるかなっていう下心があんのよ。うん、俺別にパルパルのリスナーさんに媚び売るつもりもないし、うん、俺は俺のリスナーさん大事にするつもりしかないから、うん、俺はパルパルが嫌いってダメだから、うんうん、正直嫌いだね、うん、リスペクトと礼儀がなってないやつは嫌いだから。自分はセックスレスです。彼女は従ってるけど中ふにゃになるよ。あ、俺ギンギンだわ。ギンギンだわ。大丈夫だわ。うん、俺の脇差しはいつもギンギンだから。マジだね。中折れするとか全然意味わかんないもん。全然わかんない、うん、元気いっぱいだから。アドさん知ってればいいのですが、シンドラーのリストって古い映画。あー、見てないっすね。シンドラーのリスト見たいとは思ってるけど見てないな。どうなの？いいの？シンドラーのリスト見たいなとは思って、ツタヤとかでね、よくあれ見てないな。シンドラーのリスト最近映画見てないんだよね。あ、スピルバーグなんだ。あ、ありがとう、ありがとうございます。スピルバーグ、ナチスドイツによるユダヤ人の組織的大虐殺、ホロコースト、ほうほう。シンドラ、ポーランド系ユダヤ人、ほうほうほう。俺はバイアグラ使おうと思ったこと一回もないね。あ、意見を聞きたいところがあった。あ、じゃあ見てみないとね、うん、俺映画深読みするからね。めちゃめちゃ繊細なところまで追っかけるから、うん、いいと思った映画は絶対3回見るし、なかなかね、なんでここに気づかないんだろうって本当に思うもん。なんか必ずはてなま、あ、和道パーカー、あ、違うか、またパーカー売れたかと思ったわ。なんかね、その必ずはてなマークが浮かぶように作るんだよ。あれ変だなっていう、
で、そこに本当のメッセージが隠されてるんだよ、映画って。絶対そういう風に作る。要は、ストレートに表現できないところはそういう風に作るもんなんですよ。作家っていうのは。本当に言いたいことっていうのは。隠すんだよね。そこをね、どうしても読み取りたくなるんだよね。あ、こここういうことだろうな、みたいな。リテラシー力は高いと思う、昔から。昔から高いね。で、大体友達、映画好きの友達と喧嘩になるの。お前が言ってること絶対間違ってるってなるけど、3回4回見ると合ってたわって。お前の読み正しいわ、多分。曖昧だから断定はできないけど、お前の見方面白いわって言われる。パーカー？パーカーはね、今売れてるパーカーはこれ。6590円。これが今2枚出てるね。これが2枚売れてる。で、ステッカーが3枚売れたかな。6590円。高いっすよ。高いんで、買いたい人だけ買ってください。うん。これが今2枚売れましたね。6590円。高いです。正直言います。高いです。うちは、高いです。はい。安売りしてないんで、本当に買いたい人だけ、客選んでるんだよ、僕。客選んでるんで。買いたい、本当に買いたい、コアなファンだけ買えばいいと思ってるんで。はい。そう。期間限定じゃないよ。ずっと出しとくよ。買いたい人が買えるように。これ定番商品で。ここ、俺の頭のいいところ、高いのに宣伝をさせるっていうね。URL バッチリ入ってるから。リスナーに高い買い物をさせて、広告までさせるから。これ広告抜きだったら、この値段じゃないが、2万円ぐらいするから。URL 入ってるでしょ。サイトの URL 入ってるから。これ本当は2万円ぐらいで売りたいデザインなんだけど、まあ宣伝も兼ねてるから、まあ6500円でいいかなっていう。なんかね、安売り嫌なんだよね。昔から。本当に好きなら買うっしょ。俺だって買うもん。ハイブランドとか。いいなと思ったものは。いいなと思ったものは買うよ。値段じゃないよ。10年経っても20年経っても欲しいもんは欲しいんだから。だから欲しくなる価値をつけるかどうかでしょ。ぶっちゃけこれなんか原価2500円だもん。でも2500円のものをここに和道って入れるだけで3000円プラスで売れちゃうのよ。そう。要は3000円の価値があるの。このマークに。それがブランド力だから。それがブランド力。俺が3年半かけて培ってきたブランド力ですよ。だってさ、そういうもんじゃん。服とかさ、ぶっちゃけ素材とかわかんないじゃん。でしょ？どこどこのメーカーだって言ってやっと、ああ、いいねって言うじゃん。本当にいいものとかわかんないんだよ、普通の人は。だからブランドってそういうことだから。うん。あ、ワドーのパーカー着てるよ、それ高いよねって言わせたいじゃん。高いよって。高いよって。高いから買ってんだよって。でもそういうもんじゃない？その辺のステッカー屋さんと違うからって。ワド高いよって。私高いもん。うまい。パーカーいいよね。俺も買う。俺もこの値段で買うもん。かっこいい。気に入った。うん、俺も買います。俺も着ます。お年玉で買って。キッズたちは。お年玉で買って。
お年玉で。でも俺さ、好きなバンドの、ライブとかで売ってんじゃん。ライブとかでさ、ツアーとかでグリーンデーとか8000円するパーカーとか買ってたもん。1万円でも2万円でも。うん、だそういうことでしょ、うん、だパーカーなのかユニクロだったら3000円ぐらいで買えんだから、うん、やっぱ好きなアーティストも着たいでしょ。だ好きな人しか買わないんだから、他人がケチつけるもんでもないの、うん、別に1000円で売ろうが1万円で売ろうが自由なわけだから、うん、買う買う。っていうか、買いたい人が、要は、なんつうの、安売りしたくないんだよ、昔から。そう、応援したいって気持ちで買うし。いや、俺、応援したいっていうか、普通に着たいで。普通に、自分が着るものとして買いたいと思う。うん。グリーンデーのパーカーなんかもう、10年ぐらい着てたもんな。あれ、まだ着たいもん。実家に多分あるんだろうけど、ボロッボロになっても着てたもん。あ、バンギャなんだ。うん。5000枚買う？言ったな？5000枚いくら？ちょっと待って。5000枚で、やばいぞこれ。言ったな？ 5000 枚。本当に売れたら爆笑だよね。本当に5000枚買ったらいくら入んだろう。5000枚かける。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1500万、嘘。嘘でしょ？ 3000 円の利益かける5000枚は、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1500万入んの俺に。1500万入んの？マジで？伝説でしょ？本当に買ってくんね、5000枚。あ、よく考えたらいらなかった。早いな。1500万だよ。1、10、すごいでしょ？印税生活でしょ？おう。1、10、100、1000万、10万、100万、1000、1500万か。すげえな。1500万すげえな、うん。でもなんかデザイン気に入んねえなと思ったら取り下げる可能性あるから、買えるうちに買っといて。なんかバージョンアップしちゃうかもしんないから。このデザインちょっといじろうとか。え、これワドゼミの初期パーカーじゃんとかなるかもしんないよ。ワドゼミの初期パーカーじゃん。あー、1500万あったら何するって。その質問ね、いい質問だから答えてあげる。その質問めっちゃいい質問。何々があったら何するっていうのは俺は考えたこと一回もない。宝くじが当たったら何するとか、彼女がティロってるな。香川プロの宣伝やめてください。香川プロの宣伝やめてください。うん、あのね、何々を、いくらあったら何するっていう発想が負けなの。そんな奴が金手に入るわけないじゃん。でしょ？うん。俺はこう考えるの。こういうことやりたいから1500万必要なんだよねって話しかしたくないの。わかる？ダメなやつほど1500万あったら何々できるな。違うから。俺のやりたいことって1500万かかるんだよね。俺のやりたいことって300万かかるんだよね。一緒にやらない？金出してくんない？俺はこれしかやったことないから。うん、これマジの話、うん。俺店やりたいんだけど300万用意できる？うん、こういう話の仕方しかしない。考えない、うん。必要なものは絶対手に入るから。だから考えたこともない。これマジの話ね。これマジの話。みんなもそうでしょ。本当に手に入れるやつはそうなんだよ。いや、俺が弾きたい曲でギター30万のギター必要なんだよねって。母ちゃん30万出してっつって。すげえごねたでしょ、昔。いや、どうしてもプレステやりたいんだよね、母ちゃん。ドラクエやりたいんだって。で、スーファミとカセットで4万すんだけど買ってって。いや、プレゼン打ってたわけじゃん。子供の頃も。そう、プレゼンしないとダメだよ。欲しいものは手に入れないと。うん、あったら何しようなんて言ってるやつは手に入るわけない。うん、
絶対手に入んないから。逆にそういう発想ができるやつっていうのは何でも手に入んの。うん、何でも手に入るよ。要はね、金があったら何かできるって言ってるやつは何にもできないやつだ。本当に何かできるやつは何にもないところで何かできるやつなんだよ。わかる？何も持ってなくても何でもできるやつが最強の。金があったら何でもできるの。全員できるから。世界中の全員何でもできるから。俺が手に入れたいものはね、売ってないものなんだよ。でしょ？金で買えるものに価値なんかないよ。ちょっと待って、かっこよかったからもう一回言わせて。金で買えるものにね、価値なんかないよ。かっこよかった。めっちゃかっこよかった、俺。今日一かっこよかったわ。花火ありがとうございます。ああ、ごめんごめん。ああ。ごめんなさい。山ちゃん、花火ありがとうございます。車行っても何も買わなかったでしょ？ 1 回、2回、3回、4回、5回。このランドセル価値あるよ。うん。このランドセルは俺10年前から欲しかったものだもん。10年前から欲しかったもんな。あの時手に入れられなかったんだけど、ね、俺は配信で欲しいものが手に入るようになったんですよ。わかる？これがかっこいいんだよ。要はね、やりたくない仕事をやって手に入れたものじゃないの。どうしても欲しかったものが自分のやりたいことで手に入るようになったんですよ。うん。あ、俺が何がしたいか？明確だよ。うん。10万人の仲間と出会う。世界中を旅する。映画を作る。この3つ、うん、この3つ、うん、ずーっと明確に言ってるよ。ツイキャスの頃も、あのニコ生の頃もずーっと言ってたはずだね。っていうのも、あの映画監督になりたいって俺が一番最初に夢見た映画なんじゃない。夢見たのが映画監督だったの。だから初めて母親にダダこねて買ってもらったのが8ミリカメラだったんだよ。8ミリカメラ。だから俺、小学生の時、みんながなんとかごっこやってる時、何やってたかっていうと、フィギュア並べて、こうやって8ミリカメラをこう固定して、ガムテープで、ピッて押してピッてやって、ちょっと動かしてピッピッてやって、要はストップモーションってわかる？あの、コマ送りでさ、アニメ作るやつ。あれを作ってたの、子供の、もう、7歳とかで。わかる？狂ってるでしょ？ 7 歳で、8ミリカメラで、これピッピッてやって、ピッピッてやって。うん、好きな映画監督はマイケル・ムーアだね。うん。優先順位はね、どうだろうな。映画は死ぬまでに一本作れればいいなと思ってるね。死ぬまでに。で、まあ、今、直近で考えて全部連動してるのね。全部連動してるの。うん。実は、この配信っていうのは全部 YouTube に上げてるんだけど、昔から見てるリスナーさん分かってるんだけど、これ映画の素材なんだよ。うん。ドキュメンタリーの映画の素材なの、これが。これがフィルムなのよ。原画なの。うん。だからこれを編集して作りたいと思ってるから、配信も実は俺は映画撮ってるつもりなんだよ。うん。好きな映画監督は、そうだね。優先順位っていうか、だから全部連動してるって感じかな。繋がってるんだよね。うん。10万人の仲間作ることと、10万人と出会って、10万人の仲間作って、で、全国旅して、で、見てもらいながら、ああ、ワドのこと好きだわってなってもらって、で、死ぬ時に見てもらいたいんだよね。うん。弱者から金を巻き取るゴミ野郎が黙れ。詐欺で捕まってるゴミが。弱者から金を巻き取ってるのかな？どうなんだろうね。うん。キューブリック好きなんだ。キューブリックあんま見ないかな、俺は。キ
キューブリックか。うん。叶うといいっていうか、俺は、自分の夢は叶えるもんだと思ってんの。夢は叶わないものじゃなくて、俺は叶えることだと思ってるから、叶うといいじゃなくて、俺は叶える気満々だね。うん。夢はね、叶えるためにあると思ってるから。それが多分、なんだろう、普通の人と違うところだろうね。俺は夢は絶対叶うと思ってるから。叶わない夢なんてないんだよ。夢を叶えない人の特徴は行動しない人ね。行動しない人。口だけのやつね。俺はだから行動しか信じないから。自分のことは。行動と体験を 100% 信じる人だから。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、ゴミーさんフォローありがとう。あー、名作だね。2001年宇宙の旅見てないですね。風船プレゼントありがとう。風船ありがとう。時間はかけないと面白くないでしょ。ハングリーかな？全然ハングリーだと思わないよ。普通のことだと思うね。1たす1は2って言ってんのと同じぐらいのことだと思ってる。これ本気で。1たす1は2と同じだね。夢は叶う。以上。行動する、失敗する、叩かれる。でもやる、でもやる、叩かれる、もっと叩かれる、もっと批判される、もっと失敗する、でも叩かれる、でもやめない、頑張る、でもやるんだよ。気がついたら叶ってた。俺の生き方これ、ずっと。もうそれしか知らないやり方。ただ動く、失敗する、大失敗する、叩かれる、失敗する、迷惑かける、嫌われる。でも叶う。以上。賢くないから。それしか知らない。それ以外のやり方あるんだったら教えてもらいたい。俺は失敗しないのはかっこいいと思わない。失敗してるやつが好きだ。行動してるやつだから。どこ泊まんだろうね。金があったらホテルとか泊まりたいし、旅館とか泊まりたいけど、まあ無理だわな。のんたん寝てるよ。まあ木の実木のままだね。木の実木のまま。でも最近のんたんが泣くんだよね、寝るとき。ワドさんが旅行ってるとき、のんたんは一人だよ、つってぐすぐす泣くんだよね、一人で。ワドさんは旅で一人で、のんたんまた一人ぼっちだよ、って。ワドさんはいっぱい友達いるからいいけど、つって。それが嫌ならついてこい。ねえ、そばにいればいいじゃん。日本中でも世界中でも。ずっとそばにいればいいよ。それはそれでね、面白いじゃんね。結婚とか考えますか？のんたんがあんま結婚考えてないんだよね。だから最近考えるのやめた。でものんたんだったら結婚していいなとは思うよ。そうそう、シンプルに考えようっていう。そう、二人で旅すればいいじゃん。俺あんまりね、人生を小難しく考えないの。ハードルが高いことのように見えるけど、実はね、決めたら勝ちだから。なんだ、一緒にいればいいんじゃん。私も旅する。終わり。終わりじゃん。それを決めるのは自分だから。くっついてくれへんの。そんなにシンプルなことないでしょ。
てかセキシンゴフワッチやらなくなったね。セキシンゴね、一時期フワッチ来るかなと思ったけどやめたね。チャンネルの方が美味しいって判断なんだろうね。もう少し続けてたら変わってたんだけどな。もったいない。まあセキシンゴ稼いでるからな。将軍がいなくなったから今焦ってると思うよ。太いスポンサーの将軍いなくなっちゃったから。YouTuber ではないから。元祖 FX 失敗系配信者だね。FX で失敗すればするほど面白い配信者だイレブンやりてえな。ドラクエ出るんだよ来年。久々やりたいねドラクエ。なんか鳥山明っぽくなかったけどね。グラフィックデザインだいぶ変えてきたけど、それでもやりたいね。ドラゴンクエストヒーローズぐらいのバランスがちょうど良かったと思うんだけどな。グラフィックなんであえて変えたんだろう。買うよねあれはね、あれは買うわ。でもさ、でもさ、ぶっちゃけた話さ、ねえ、配信でさ、そのまあ今生活保護受けてるしバイトもやってるけど、ぶっちゃけた話さ、 YouTube いや儲かろうと思うよ。儲かるよ全然。ゲーム配信やりたいね。ぶっちゃけた話さ、食っていけるわけじゃん。で羨ましいなとかいいなって思うじゃん。全然違うよ。当事者になったらこれが全然違う。思ってたのと全然違うよ。もう本当に仕事になるから。本当に配信がマジで仕事になる。あの、いい意味でプレッシャーになるっていうのかな。全然思ってたの違う。むしろね、気が気じゃないよ。本当に。売り上げ意識するし、配信時間とか、どうしようとか、どのタイミングで配信やったら、とか。はい、富子さんいらっしゃい。どの時間帯が一番アイテムもらえるかとか、すっげえ考えるもん。複雑だよ。全然気が気じゃないよ。毎日配信のことばっかり。好きだよ。好きだよ。好きですよ。ワンちゃん好きなんだよ。好きなんだけど、その、うなちゃんマンみたいな余裕はまだない。要はうななんかさ、要は、もう、いや別にいらねえよみたいな。あるじゃん。余裕が。要は別に、いや別に10万でも20万でもくれるから、みたいな。あるじゃん。焦らないじゃん。焦るね、まだ。うん、ランドセルって言わないで、うん、山田さんいらっしゃい、競合がこれからたくさん出るんですか。いやもう出尽くしてると思うよ。まだもう増えないと思う。配信者の数が一番多いのは今だと思うよ。 YouTuber とか鮫島さんもハングリーでしょ。だってさ、鮫島さんなんか月200万とかもらうのよ。でしょ。それでまだあんなハングリーなんだよ。10年プレイヤーがあんなハングリーなんだよ。いや見習わないと。
グッズはね、今4種類出して、1万5000円かな今売れてんのが。今売れた分は、売り上げがね、15,800円。これだけ売れた。さっき発売開始で。で、俺が今出してんのは、これ。パーカーと T シャツとステッカーっすね。鮫島さん FC2 時代月200万何回かあるよ。うん、今だと多分ね、20万いかないぐらいだと思うね。ケツに火がつくとはまた違うんだよな。これね、これ本当に、そこの段階に行かないと分かんないと思う。これね、多分ね、鮫島さんは分かるって言うと思うの。香川さんとか、うなちゃんも、あ、俺も若い時そうだって多分言うと思うのよ。のりゆきさんとかも。あのね、なんて言えばいいんだろうな。楽しいことやってるわけじゃん。楽しいことやってるんだよ。だけど、なんつうんだろうな。先月18万8000円稼いだわけよ。で、今月それ下回りたくないっていう欲が出てくるの、やっぱり。だってさ、それって先月よりもいいパフォーマンスをしてないってことじゃん。なんつうんだろうな。数字と配信内容が、なんかね、リンクしてないと嫌なんだよ、やっぱり。なんかそう、数字にとらわれちゃいけないんだけど、数字が下がったイコール、なんかあれ今月面白くなかったのかなみたいな。そう。それだし、もっと稼ぎたいしっていう。だから、俺ぶっちゃけた話本当に思ってたの。15万でいいって本当に言ってたじゃん。言ってたじゃん。でも今違うんだよ、本当に。100万稼ぎたいんだよ、やっぱ。100万とか1000万行きたいんだよ。億稼ぎたいんだよ、やっぱ。なんつうんだろう。なんだろうな。それって、イコール多くの人に支持されたっていうのが分かってきたんだよね。うん。配信が楽しめないから配信を趣味にして働くかもって言ってた。あー、いや、その域まではまだ行ってない。そこまで分かんないわ。多分そうなるんだろうね。まだそこまで深く悩んでない。ぶっちゃけた話、鮫島さんはさ、稼ごうと思ったら稼げるんだよ、多分。バイトするより効率はいいんだよ、絶対。だけど、配信が辛くなるんだろうね。そう、プレッシャーで。だったら楽にやろうっていう感じだ。うん。なんだろうな。俺はもっともっと上行きたいって感じかな。閲覧数も増やしたいし、稼ぎたいし、何より楽しんでもらいたいな。何より。ワードいいわって。うん。昨日オフ会参加してた。いや、してないですよ。ごめんなさい。スルーしちゃって、トミコさん。スルーしちゃってたね。してないです、参加。あれだってあれでしょ？株式会社おはようさんのオフ会でしょ？彼女と見てたよ。なんだろうね、この感覚って。下手に稼ぐようになるとそうなるでしょ？いや、俺、乗り行きのポジションなんて全然考えてないよ。むしろあんなんで終わりたくないんだけど。うん、なんか、完全に天狗になってる。俺、乗り行きすごいと思うけど、すごいと思うけど、完全になんか調子乗ってると思ってるから。あれはなんかかっこ悪いよ、俺は、正直。あそこは目指してない。すごいとは思うけど、かっこいいとは思ってない。うん、俺のかっこよさはもっとかっこいいから。俺の理想の俺は、もっとかっこいいから。なんかかっこ悪いね。閲覧増えるとアンチも増えると思うけど、そこはどう？いや、大丈夫、ブロックするから。大丈夫、ブロックするから。はっきり言って、ブロック結構入れてるんだよ、俺。今。だけど、昔は入れなかったんだけど、今、ぐんぐん入れてんの。ちょっとでも気に入らないとブロック入れてんの。でも、それだけブロック入れても150とか100とかいくんだよ。だからこれで合ってると思う。要は、場の空気乱すやつはいらないって、もう決めたの。そう。なんでかっていうと、アンチコメ書くやつがフォローしない、アイテム投げないっていうのがよく分かったの。要は無駄なのよ、俺にとっては。場の空気悪くなる、コメントで、ああだこうだ言われて腹が立つ。で、フォローもしなければアイテムも出さない。無駄じゃん。うん。だからどんどんブロック入れようと思って。ゴミみたいなやついらねえわ、つって。もう客選ぶわ、こっちで。って。そういう感じ。うん。いらない。全然。応援してくれる人だけでいい。仲いい人だけでいい。うん。逆に言ったら120人すげえ、コアなファンがいるから。俺はそれでいいと思ってる。うん。ゆうさんはどつ？うん。多分ね、配信みんなそうだと思うよ。今のトレンドだと思うよ。逆にだからそういうリスナーはニコ生しか行けなくなるんだよ。うん、それでいいと思ってるし。ニコ生でやってろって感じだよ。うん、見なくていい。
客を選ぶ、うん、だからニコ生とかでさ、閲覧こうアクティブが100ぐらいあったら多分半分以上アンチだったと思うんで、今までだったらじゃあもうほぼアンチコメで読めないぐらいだったと思うけど、だいぶ整理してこれだかんね。だから感覚的に言ったらニコ生のアクティブ300ぐらいの実力あると思うよ、うん、なんだろうねあれ、うん、あれびっくりしたんだよね。アクティブ500ぐらいあったかもね。あれびっくりしたよね、うん、アンチ減ってもいいっていう腹くくったかんね。昔は数字のために腹くくれなかったから、うん、てかアンチ回すスタイルじゃないよね俺は。あ、そうなんだ。風邪ひいちゃった、なんかまあ自分のスタイルを確立することしか考えてないから最近は、うん、荒れないところは荒れないしね、閲覧多くても、うん、あ、だってほら、だって荒れる配信スタイルじゃん。それはね、金梅さんとか狙ってやってるから、スバニャンもそうだけど、あの炎上させて閲覧稼いで、要はパイを広げるっていうの、間口を広げてコアなファンを拾っていくっていうスタイルだから、炎上芸やってる人はそこは狙ってやってると思うよ。だから俺今炎上させる気ないもん、うん、逆にそこは丁寧にやってるかな、ファンの期待裏切らないようにしてるけど、うん、今いるファンをね。質の高いリスナーだと思うよ。結構だから羨ましいはずだよ周りは、うん、ワドのリスナーいいなーって思ってる配信者結構いるはず。うん、うん、いってらっしゃいエミちゃん、また来てね。キャラ変してよかったよね。キャラ変してほんとよかったと思う。途中で。キャラ変しなかったら結構、きつかったろうね。喉結構痛いっすね。うん。最後30分、生活保護 Q&A やって終わりにしようか。ちょっと一旦枠閉じます。一旦枠閉じて、生活保護 Q&A やります、うん。パクられたんじゃん。うん。YouTube のコメント欄に書いとけよ。ワドーのパクリじゃんって。それワドーのパクリって書けばいいじゃん、コメント欄に。うん、生活保護 Q&A やります。うん。お疲れー。ハッチありがとね。じゃあ、次枠行きます。次枠30分やって終わりにします。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんねん、もう。